Hey guys! ギコちゃんズ TV! はい、ということで、本日なんですけど、めちゃめちゃ楽しみにしたんですよ、実は今日という日を。なぜなら、前回、9月の30日だったかな、超重心祭あったじゃないですか。の、アルスラーンが実装されてからの超重心祭、一回も100連したことないんですよ。なんか比較的30連目、40連目ぐらいに、アルスラン出ちゃってバーベキュー中にね、確かお願いしますとのバーベキューだったと思うんだけど、で当たるまでって話だったからやめちゃったんですけど、100連引くのは本日がだから初めてになりますね。よいしょ。でこの100連の中でギコちゃんは何がしたいかっていうと、もちろんアルスランを当てたい、アルスランを当てたいんだけど、まあ、もちろんこれも当てたい、カノンも当てたいし、バサラも当てたい、いっぱいいるんですよ。もう本当に欲しいキャラが、そしてキャラクターが欲しいのもさることながら、おそらくはめったり見ることができないであろう、今回の9周年で実装された、まあいわば、新確定室、いや9周年確定室と言うべきか、これをねちょっとね狙いに行きたいと思います。それでは参る。はい、じゃあ10連目いきます。おお、そうだな、うん、そんないきなりはないよな、音聞いとくか一応、うん、そんないきなりはないとは言いつつも、音がないのは寂しいからさ。デーゴじゃん。デーゴは嬉しいね。多分累計で6体目ぐらいですね。だから全然運極は遠い、まだまだ遠い。はい、はい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 、いやさっきから上の段がゴミだな。爆死一歩手前、爆死連続でよ、不安な感じにしやがってよ。これはね星56のキャラ確定の弾ですから、シングルですけど、通称星玉かも。アルスラン、おあバサラやん、バサニキやん、これで実質運極や。うん、100になりましたよ。ポンポンじゃないんだよ、これでほら100になった。ただやっぱさ、艦隊分残しておきたいじゃん。使えないよな、ちょっともったいないよな。よいしょ。いやいいぞ、バサラ出たということは次はアルスランだな。火属性が来てるもんな。うん、おお、偽マドカマギ買われてネオも出ましたね、素晴らしい。まあでもネオはな、もうすでに運極だからな、2体目の運極目指すのはあれだけど、あとはカノンだな、カノンも当てておきたい。あとはカノンがアルスランだね、急ピッチで必要なやつは。よいしょ。違うね、芝生だ、何だこいつ、芝生だ、合ってた、芝生って何、これ三国志とかの時代のキャラかな、よく分かってないんだよ俺。アルスラン来い、カノン来い、カノンうまくてマジエッチでしょ。おー、アンバーかな、グラバーだったわ。もう分かんないんだよ、アンバーとグラバーは姉妹か、これ設定的には。髪の毛の色も一緒だから分かりづらくなってくるんだよ。おー、左回りということは、限定が確定してるね。アルスランかカノン、あ、お前いたんかい、生きとったんか、我ふざけんなよ、生きとったんかい。
まだここにいたんかい。知らなかったよ。せやい。なるほどね。なるほどね。おー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 おお。うん、まあ何とも言えないな。なんだっけこの探偵か。椿だ。まずい。これまずいぞ。まあでもまあ、うん、バサラ当たったからさ、さっきここでね、この弾でバサラ当たったんで、え？アビスか。アビスちょっと贅沢なビール。これ20体4体目だわ。20体目じゃない、4体目。まだまだ持ってない私。ファイア、まずいな。アルスラン出ないな。てかアルスランちょっと影薄いな。あんま使ってる人見たことないっていう。どこで使うのアルスランって。うーん、勝てよし。ここで勝てよしは渋いな。ヌアザ、うわー、妖戦、妖戦か。こっちだとまずいぞ。え、なんかこのまま静かに終わってしまいそうな気がして怖いんですけど、大丈夫だろうなおめえ。え、大丈夫だろうな。しょっぺいことになりそうだな、こっから大丈夫か。花火じゃない。何やってんだよ、何やってんだべ。あと20秒で終わっちゃうべ。来い、確定演出。シュワ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 来い。え、目パチッとしなかった今。いや、目が腐ってるもんね、俺。俺の目が腐ってるかもしんない、今日。バチバチに。バチ腐かもしんない。あー、孫一はいらぬ。ぬぬぬぬぬぬ、ラスト10秒。もうダメかもしんない。ああ、いくよ。うわー、椅子がない。花火はないか、ないか。孫市、なるほどね。まあアビスも出たし、ネオも出たし、バサラも出たからね、悪くはないんだよ全然。本当に本当に悪くないんですよ結果としては。90、95。うん、なるほどね。なんかもったいないね、身も厳選済みっていうね。ネオはちょっとどうなってんだよこれ。ネオはこれ運極で、こっちがラックエクスなんだ今。50か。これで60になったわけだ。いや、まだまだ遠いな、これ。2体目の運極は年始になりそうやな。それで言うと。うん。はい。まあ、そんな感じで。まあ、なかなかの結果だったと思いますよ。ネオはだってみんな嬉しいキャラですね。俺もまあ、嬉しくないわけじゃないから。はい。以上。ミクシーになってから初めての超獣神祭100連でした。バイバイ。